1955年の太陽ホエールズでは、1955年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、藤井サムが1年だけ選手兼任で監督を務めたシーズンである。全シーズン終了後に小竹が球団経営から撤退したため、チーム名が3シーズンぶりに太陽ホエールズに戻された。 また、川崎球場を本拠地とした最初のシーズンでもある。4月は、借金3と、まずまずだったものの、5月以降は、負けが込み6月に9連敗を喫して、借金15で最下位に転落。7月には、球団記録体の14連敗を喫すると、8月に11連敗、9月に8連敗を喫すると5球団に、突き放され2年連続の最下位。 この年から打者有利の川崎球場が本拠地になったこともあり、投手陣は、ヒアンダリーグ2位、ヨシキュー、失点、冒頭がリーグワーストを記録した。打撃陣は、本塁打、得点、安打などでリーグ再開に終わり、チーム打率も、209の再開とヒンにあえ A だ。結局優勝した巨人には60ゲーム以上の差をつけられ、5位の国鉄には、 対戦成績で検討したものの27ゲームも離された。シーズン終了後、選手兼任の藤井監督は1年で辞任し選手に復帰。後任には、佐古畑正美が就任した。対戦成績では優勝の巨人には同一カード9、連敗を喫して4勝22敗、前年日本一の中日には同一カード19、連敗を喫するなど3勝23敗と、 両球団にカモにされた。この年からユニフォームはロサンゼルスドジャース風のスタイルに変更され、胸ロゴもホエールズに変更された。ありがとうございます。